今日は四季という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目は横の中心よりも少し上、ここに少し右上がりになるように横画を書いていきましょう。2画目、2画目は縦の中心よりも左側、このスペースの、1画目の書き始めよりも右側、ほんの少し右側、ここからこれも右上がりになるように横画を書いていきましょう。3画目、3画目は2画目のちょうど真ん中、ここを通る短めの縦画を書きます。4画目、4画目は2画目の書き始めから降りてきた位置で、3画目の書き終わりを通る、少しこう跳ね上げていくように書いていくといいでしょう。6画目、6画目はこの5画目の跳ね上げたその感じで真上まで上がってきて、この1画目の上まで上がってきたら、ここに点を書きます。ポイントとしては、一番この字、5画目が かっこいい、ここをしっかり書いていくととてもかっこいい式という字に見えます。あとはそうですね、ここにアーチができるように書いていきたいので、この2画目、3画目、4画目はここのスペースにしっかり埋めて、はい、はめ込んでいきましょう。